まあ、エクステンデッドコミュニティブツールスで今回僕の作品3部構成になっていまして、3部構成、はい、まず1つ目紹介します。はい、まあ、共通するテーマとしてその2次元と3次元のなんていうかギャップを用いた違和感といいますか、そういうものがテーマにありまして、これそのテーマにのっとったブロックソフトウェアです。でこれこうでブロックを、地面の上に乗せたらこう地面の上に乗せて、あ、地面の上にこう乗っかって、はい、何もないエリアですね、こう描かれてない何も描かれてないエリアだったらこう高さが変わるようになっているんです。で、このようにこう見た目つながって見えるように、あ、見た目積み重なって見えるようにブロックを配置すると、まあ、その通りにこう積み重なることができる。でここからが結構ポイントなんですけど、今この形状地面の上にこう乗ってますよね、うん、この形状に対してこういうこともできるんです。潜っていく、まあ、あれ？これどうなるかというとやっぱり地面の上にこう乗ってるんですよね、はい、ってちょっと不思議な。でさらにこのブロックこう今地面に乗ってますよね、はい、この辺底辺あたりこうドラッグしたら影出せて、はい、お高さ変えることができるんです。おー、宇宙に浮いた。はい、でその影なんですけど実はこれ一つのブロックからいっぱい出せるんですよ。はい、でこれどうなるかというと増えちゃうんですよ。おー、本当だ。逆にこう見た目重なって一つに見えるときにですね、はい、こう影を一個だけ出すと1個になる、はい、つまり影の数イコール積み木の数、うん、であと、まあ、絵を直接このように、描くことができるんですけど、はい、この時ですね あくまで見た目の線の太さは常に一定なので裏を返せば3次元上では太さが変わると。おお、そういったちょっとギミックがある。面白い。まあ、あとは楽しんでくださいといった感じですかね。で最後やっぱり積み木といったらこれおまけですけど、あまあ一応現実世界に帰ると言いましょうか。へえー、面白い。これがもう一つですね。はい、次の作品なんですけど、今度は先ほどのブロックに人が登場します。で今L の形作りましたね、はい、でこれ、まあ、落とし穴で人が歩いて落とし穴落ちたら当然落ちますよね、はい、なんですけどちょっと角度を変えてこうしてあげるとこうなっちゃう。おおこれたとえ落ちてもこう視点を変えてあげると乗っかることができるという。で、でまたちょっと違う形状作りましたけど、はい、これこっちとこっち離れているので、はい、この人向こうに渡ることできないですよね、はい、なんですけどこれもこう視点を変えて見た目つながっているようにしてあげるとあれちょっとですか、ね、行ってくれます。おお、騙絵だ。そうですね、オプティカルイリュージョン的な。で、まあ、それと同様にですね、これも、ここ離れているので、この人、こっち側に渡れないですけど、はい、ちょっと消します。このように、なんでしょう、見た目、これが、見た目、このここが一直線に見えるときは、あれ、行ってくれないですね。こう行ってくれます。おこの見た目がちょっとでも破綻するとこうやっぱり落ちちゃいますね。でそれとはでそれとは逆にそのさっきの落とし穴なんですけど、はい、見えない時はもう初めからなかったかのようにこのように本当だ。でこれもやっぱりちょっとでもその世界が破綻するとこう落ちちゃいます。この落とし穴をこうもう一回クリックしたら白穴になって、黒が落ちるんだったら白はジャンプするだろうということでこう飛ぶんですね。でこの時にもちょっとギミックが ちょっとどっか行っちゃいますね。ちょっと待ってくださいね、一回作り直します。これはゲームですね。
な、まあ結構ゲーム見せ方としてはゲーム的な見せ方ですね。で、ちょっとこれ一瞬なので分かりにくいかもしれませんけど、これ今、こっちの方が奥にあってこっちの方が手前にありますよね、はい、でさっき あのジャンプするジャンプ台なんですけど、普通ジャンプしたらこの人はこの後ろを経由しなければいけないんですけど、はい、こっちの裏側ですね、そういった奥行きを無視してこの辺注目していただく、このように手前にジャンプする。手前来ましたね、はい、お本当はこの人後ろ行かないといけないです。そうですよね、はい、こっちですもんね、はい、まあ、そういったあとはもう自由にこれも好きなように楽しんでくれって言った、ちょっと玩具的な感じですね。そうですね、はい、でこれを角度変えると、まあ、上へ移動しちゃうの で、ね、ここに行けなくなると。ああ角度を変えたら、あとこう落ちちゃってもやっぱり角度を変えたら、あちょっと潜っちゃいましたね。でもまあこれをまた潜っちゃった、あれどこ行っちゃいましたね。まあまあこんな感じで、あと一つですね。で今度はまあ今回これで人が出てきましたけど、はい、人もっと人とか物の動きに着目して、もう点だけの表現を試みたものです。点だけの、はい、でこれまあその点だけでしか構成されてないんですけど、動きから人が歩いてるっていうのが分かると思うんですよね、はい、でこれちょっと意地悪して、あちょっとどこ行っちゃった、意地悪してちょっと一部分こうやって消してあげますね。頭がするとこれ今まで三次元的な人だったのがこう地面になっちゃうんですよ。もう一回やりますね。これ人ですよね、はい、人なんですけどちょっと一部分消すとこうペタって地面になっちゃいます。おでそれとは逆に今人が地面になっちゃいましたけど、はい、ポチポチしていってあるタイミングになると出ないですかね。あこのように地面から人が生まれたりで、今地面から人が生まれたけど、例えばこうあ今犬が生まれましたね。本当だ。例えばその人と人が融合していつの間にか犬になったり、うん、犬から鳥になったり、どん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 点の意味が、全体の点の数は変わらないんですけど、はい、この動きによっていつの間にか点の意味が変わっているという、そういった頭の中で変な世界を作るという。これ人間の構成要素は頭と体の背骨と腕と足があると人間であると、はい、でやっぱりその動きからなんか人間、うん、その心理学の研究でなんか人間3点の動きからもうその平面を認識することができるらしいんですよ。でこれもやっぱりそういった動きから人っていうのを認識したり、どうなると犬になるんですか。ですね、これ、一応これも3次元の世界なんですけど、はあ、2次元的にあここにこの辺に犬がいるって分かった時点で、たとえその点が人の一部であってもボンって無理やり犬になるんですよ。そうすると人の一部が失われますよね、はい、なんでその人はもう死んじゃったり、なんかまあ輪廻転生みたいな、あとまあ鳥とかもいます。でこれもまああとはもうスクリーンセーバーみたいにこうリラ何でしょうかね、まあゆったりと楽しんで見て楽しんでくださいって言ったかもしれない。